ローアングルからこんにちは、ローです。今日はですね、今この事務所に来て早速急に言われました。スマホの中身を見せましょうということで、ちょっとスマホの中身紹介じゃないですけどしていこうかなと思います。数値めっちゃあるタイプなんですけど、ちょっと気にしないでくださいね。はい、結構普通なんですけど、初期ツールで入ってるやつを1画面目にあります。1画面目なのかな、これ設定とかメールとかそういうやつですね。じゃあここら辺飛ばしましょう。特にないので、ここですね。ここは結構よく使うツールが入ってるかなって感じなんですけど、まあ Gmail もお仕事系ですね。あと LINE と写真とビデオとか、本当にここら辺、私よく B6 かな、使うのは B6 を使うんですけど、まあ、こんな感じで、私結構エフェクト毎回グリームを使います。グリームで撮るとですね、まあこういう感じなんですけど、エッジイズみたいな。あとなんか面白いのあるかな。まあアットホームですかね。こんな感じで、お帰りなさいませお嬢様っていう感じで、しかも友達このトップ、これすごいんですよ。アットホームのめちゃくちゃいいアプリで、お休止情報が見れるんですね。今日誰が何時お休止してるなとか、何回のお休止してるなってのが分かるので、このレナチちゃんのとこにも会いに行ったことあるんですけど、レナチちゃんめちゃくちゃ可愛いです。はい、こんな感じでお休止情報が出るので、顔もパッと出てくるので、あ、こんな感じ認定しようとかね。はい、こんな感じです。あとめちゃくちゃよく使うのはこのフィルマークスですね。あ、ちょうどレディープレイヤー1の評価とか見てたんですけど、これ結構もう映画好きの方とかは絶対持ってるアプリだと思うんですけど、トレンドとかを押すと、まあ、今公開中の映画とかがこういう風に評価レビューとかが見れるんですけど、めちゃくちゃ使いやすくて、でこのレビューもですね、結構映画好きのこのアプリを持ってる方たちがレビューするので辛口だったりとかするんですけど、だからこれで4以上撮ってる映画本当に絶対面白いですね。こんな感じ。最近だとアベンジャーズですね、インフィニティ・ウォーとかね、やっぱ 4.3 っていうかなり高得点で、ここで結構もうキャストさんだったりとか、まあ、監督脚本とか結構もう情報が分かりやすく出てて、こんな感じレビューとかもバーって見れるんですけど、結構細かくレビューしてくれてる方もいるのですごく見やすくて、あらすじとかもこんな感じで見ることもできますね。あとは、まあ、もちろん自分でこうやって検索することもできるんですけど、その新作でレンタル開始したものだったりとか、あとは動画配信サービスから、これかなりすごいいいと思います。見やすくて、ね、フォローしたりとかもできるんで、友達がやってたらフォローして、友達が最近見た映画とかもこう把握できるっていう感じなので、例えば好きな人を映画に誘いたいって時とか、好きな人がこのアプリやったら、あの映画見ちゃったんだとか分かるのでね、いいと思います。ちょっとストーカーチックですけどね、やっぱりやめた方がいいかなちょっと気持ち悪いかも。はい、あとはやっぱりここら辺よく使います。 TVer、Hulu、プライムビデオ、ネットフリーとかを特に使いますね。はい、あと SNS なのかな、これは。これはもう Twitter、Instagram、LINE LIVE と Weibo、 これ中国のアプリなんですけど、ぜひやってる方は検索してフォローしてくれると嬉しいです。あとはファニコンだったりとか、あとはお買い物ですかね。まあ分かりやすい、よくあるやつ。はい、こんな感じです。おすすめできるのはこの、フィルマークスと、あとメイド喫茶好きな人はぜひアットホームとか撮ってほしいなっていうのと、もうあとは本当にネットフリ系は本当におすすめです。お家でたくさん見れるのでって感じです。はい、なんかおすすめのアプリとかあったらぜひ教えてください。ということで、バイバーイ。